パリオットボスペッツ。いやー皆さん、このスポーツ系ゲーム実況、明日5月1日、まあ行動が投稿しようと思ってきたんですけど、ついに1周年を迎えます。さあ明日5月1日はこの新元号デイワイになる日とともに、プロスペチャンネル誕生1周年の日でもあるんです。いやーついに来てましたね。やっぱり動画投稿でそこまで真面目ってなかったからね、そこまででかいチャンネルにはなってないけど、まあ実際ね難しいですね、やっぱでかいチャンネル作っていうのは。動画のためにもしかしてこれで、もしかしてこれでって思ってたけどね、でかくなるんじゃないかって思ってたけど、まあやっぱりそんな甘くなかったですね。まあでもね、総再生回数はですね、まあ1000回いって、まあ、ある程度なんていうか、まあ結構やってきたなっていう風に思えるね、普通にやってきたんでね、まあこれからはね、もっともっと、まあちゃんとやっていきたいと思うので、まあ皆さん、これからもですね、まあ応援よろしくお願いします。だって皆さん、なんでわざわざこうタイトル画面で挨拶してると思ってますか？それはですね、なんとですね、アップデートが来たんですよ。何か 1.14。まあこういう風になんか、R を読み込むときなんかあれも追加されてるんですけど、なんていうのこれ。ちょっと待ってくださいね。ご覧いただけるでしょうか？画面開いて。あの旗みたいなやつと、灰色の村人たちを。はい、そうです。これが、1.14 に追加された、略奪隊。なんかね、いや、だから、起動したんですよ、今日。そして、見たら、あ、スキンすげえ変わってる、アップデートされたんだって思って、で、なんか村が変わるって聞いとったから、見たんですよ、村まで。そんな帰ってきたら、なんかあいつらがいたんですよ。ちょっと待って、なんでヒルリのって思って、調べたら、なんか昼夜問わず湧くと。それはないでしょう。この会社、もうやんさん、それはないって。村人の姿してさ、村人の敵ってとこまで知ってたけどさ、なんで昼でも湧くんだよ。もう俺はせっかくね、今まででも夜になったらさせてね、チキン台にね、敵を回避してたのに。そんなのないじゃないか、さすがに。というわけでですね、ちょっと、どうしようかと思ってですね。ないよね、ピスリスがすげえ迷ってるんですよ、今。ただ、まあね、まあ、ちょっと調整してみようと。とりあえず、ブランチマイニングで、貯めてきたダイヤモンド。ものがあるので、それを仮御殿まで取りに行って、ほんであれを撃退して、ということをね、ちょっと調整してると思います。ただです。もしこの戦いに負けたら、しばらくピースにすることはね、まあ、しょうがないと思う。だってさ、知らなかったもん、対策ってできないもん。なんか村から200ブロックぐらい離れたところに相撲するらしいんですよ、あいつら。あ、でも結構このね、ここの位置だってね、まあそうなんだけどさ、確かに。というわけで、ちょっと。じゃあ、ちょっと、工事準備がまだ、ちょっとなんか、工事準備が本当にできない。とりあえず、よし、落ち着こう。落ち着くんだ、俺。よし、行きましょう。走って、逃げて。小麦が踏み出されることは気にせずに。さあ、逃げろ。よし。はい、入る。あいつはね、クリエイティブで消したらドア壊してこなかったので、とりあえず大丈夫です。重い、ちょっと待って、重い。さあ、皆さん、ダイヤ溜まってますんでね。
なんでこんなダイヤ溜まってるって言って、重い重い重い、マジで重い。私ですね、プロスペ式マルチバニングはとりあえず、まあ、正規の方法っていうか、まあ一応有名なやつとはちょっと違ってですね、なんかとにかく鉄とかよりダイヤの方が取れるっていうね、なんか、まあ、そんなことはないんですけど、まあそういうね、特徴があるのでね、まあね、それでダイヤを貯めてきたわけですよ、マルチバニングができて。あのダイヤがたくさん取れるところ、いいところはですね、あの永久期間っていうんですか、だからダイヤを取ってそのダイヤのツールでブランチマイニングをやってっていう、まあ、そういうルーティーンができることによって、うん、効率よくブランチマイニングができるところですよね。もうすげえダイヤフル装備通った、縦ないけど大丈夫かなこれ。あてもう昼じゃん、よく考えたらやべえってこれ。もう昼じゃんじゃない、夜だよ、もう夜なんだ。だってこれもうみんなね、だって夜でさ、普通の敵を出てきたらさ、勝ち目なんてないじゃん。もしこの戦いにね、負けちゃったらね、まあもうしょうがないと思うんだよ俺は。おや買ってこいや、ご利用者でも、全然食らわねえ、姿で装備。強い強い、こいつは強い、こいつは強すぎ。ちょっと、やばい、侵入してきた。ちょっと待って、ちょっと待って。あー、ちょっと、あー無理やん、こんなん。でも、それ、ウィンディケーター強いんだよ。はい、ちょっと。はい、ピースにさせてください。本当お願いします。無理です。いや、もう、あのね、うん。あいつは対策させて。あのね、いや、ダメだもん、あれ。ちょっと。あの、あいつは対策ができるまでは、しばらくピースにさせて。村人さん。無事ですね。音が聞こえますね。どうも。あみんなこういう風になったのって。本当にさ、左クリックしても攻撃ができないんだって。なんか特殊なブロック交換とかみたいな。あ、痛からそうか。うん。本当に変わってるな。しかもですよ、なんかね、いや、おい、なんも手を加えてないのに、この村ではなんと、はい。まあ、村人の繁殖が始まっています。まあね、ある程度の村の規模があって、高低差もあって、ドアもあるから、まあ、それ条件は満たしてたんだろうけどね。だから自然で村人の繁殖が達成するっていうのは珍しいですよね。まあ、まだ子供生まれてないみたいなんですけど。ちょっとね、まあ、このデコボコな村のね、整備をね、骨が出る作業ですけど、ちょっとやっていきますか。ちょっとですね、見ての通り、まだ全然完成してないんですけど、もうどっかの時間100分超えてやばいことやってんで、まあ、今回はここにします。で、まあ、正直、これ以上は、まあ、これを似たようなことずっとやってるだけなんで、まあ、松明置いてね、村の中に。まあ、どこか、まあ、動画にそうでもないと思うんで、まあ、どこかでやっておきます。まあ、次回はこそは、まあ、本当に村を完成させる編を、やっていこうと思います。はい、それではね。はい、それでは、今回は、ここまで。それでは、また、この